なあ、この間言ったお祓い、効果はあったか？それが、いまいちなんだ。エデンで噂の白い少女の幽霊を見ちまうし、秋葉原で怪現象にも巻き込まれちまうし、せっかく10万もする壺買ったのな。バカだな。お前しがないのか。ああいうのは薬と同じだ。何度も行かなきゃ。そうだったのか。だからか。なんだかさっきからまたあのVIPルームから悲鳴が聞こえる気がしてさ。やべえよそれ。お祓いの効き目が切れてきたんだって。また行ってこいよ。今度は30万の首飾りも買わないと。悪いこと言わないでね。ちょっとお仕置きしてるだけでしょ。この子、私と記憶共有してからハッキングができるようになったでしょ。だから試しに一人でウイルスプログラムを作らせてみたわ。そしたらこの子、よりによって出来上がったウイルスを私に仕掛けたの。おかげで私の端末の画像ファイル全部ヌメモンのドットグラフィックに変換された。だから同じドットでお仕置き中。作れとは言ったけど、私に仕掛けろとは言ってないでしょ。この姿でちょっと反省してなさ。そんなに怒らなくてもいいじゃない。せっかくエリカの記憶から再生したのに。クーディアができる前にね、エリカも同じようなことをやったんだよ。リュウジに自分のスキルを見せるために、リュウジと千歳の端末の画像ファイルを全部ドットに変えちゃったの。何のドットに変えたって？それはあれだよ、ピンクの。余計なこと言うと今度は麻痺を追加するわよ。なんで言っちゃダメなの？エリカ、あの時は最高に活かしてると思ってやってたんでしょ。だからそれと同じことをしただけなのに。成功した経験則に基づいているから喜んでもらえると思ったのに。あんたは過去の経験を直接的に抜き出してるからそう思うだけで、今の私にとっては忘れたくても忘れられない過去に恥ずかしい記憶なの。時系列を踏まえて記憶を整理してよね。あ、難しいよ。いつの間にか私より私の記憶の検索が巧みになってきちゃって、自分がもう一人いるみたいで、すっごく変な気分。私がいないところで余計なこと言わないようにサーバーにプロテクトかけとかなきゃ。仕事が入った。これから又吉さんの部署、電脳犯罪捜査課のサーバーにハッキングをかける。ザクソンからの依頼だ。お兄ちゃん、私は今回は一緒にやってもいいでしょう。無理はするなよ。まず関係者のアカウントを手に入れる。対象は又吉さんだ。申し訳ないがアカウント情報を拝借する。準備してくる。千歳に伝えておけ。よかったねエリカ、ユージからお許しが出て。エリカ、私も一緒にやってもいいでしょ。そうね、画像データを全部復元できたらいいよ。おお、それなら急がなくっちゃ。どうしたの？さすがにまずくないかって。私たちはハッカーだよ。時々はこういう仕事も来る。
Huh, that was kinda random. The Shibuya Records. ね、わざわざ来てもらっちゃってよ。仕事中はあんまり出歩けねえんだ。フーディエのバイトじゃないのかって？違うよ、エンジニアだよ。エンジニア、店のバイトはただの手伝い。お嬢もリュウジも店の運営はおざなりっていうか適当だろ。よくシフトに穴が開くから仕方なく手伝ってやってるわけ。別にバイトちゃんに代わってって頼まれたからとかじゃないかな。チームのアジトがなくなったら困るだろうと考えてわざわざ店番をして。で、何のよ。電脳犯罪捜査課ってマジかよ。又吉さんの部署じゃねえか。でもまあ大丈夫だろ。又吉さんは俺たちの恩人だ。リュウジも悪いようにはしないはずだぜ。ああ、そういえ俺たち又吉さんに捕まったことがあんのよ。何年前だったかな。ダチが悪質なハッカーに弱み握られて脅されちまってさ。ハッカーから弱みの証拠を取り返そうとしているんで逆に罠にはめられちまったんだ。俺当時一緒になってハッカーしてたリュウジも俺を助けようとして巻き込まれて二人して一緒に逮捕されちまったのさ。で、その時の担当刑事が又吉さん。今時珍しい昔かたぎの人でさ、説教は長えし、筋骨は痛えし。でも事情を話したら、ダチのためにそこまでできるとは見上げた心意気じゃねえかって褒めてもくれてさ、いろいろ便宜を図ってくれて俺ら歩道扱いで済んだわけ。その後、恩人ってのはそういう意味さ。だから心配すんなって。そんな人に迷惑かけるようなことあいつがするわけないから。リュウジの様子がおかしい気がする。そこまで言うならよっぽど気になるんだろうな。しゃあない、後輩のためだ。ちょっくら調べてやりますか。リュウジだよ、妙なことしてないか調べてやるって。裏が取れりゃお前も安心すんでしょ。あいつらには適当にごまかしといてくれよ。仕事が入ったとか言ってさ、心配しなくてもサーバ潜入までには戻ってくる。足りないな。又吉さんからアカウントを盗むときに一芝居打つ。千歳が仕事で来られないとなると人手が足りない。ザクさんから誰か貸してもらえば。あまりよそのチームを巻き込みたくない。いっそ全く部外者の方が。な、今どうしてね。面白い本が手に入ったから貸したいんだけど。暇だけど、どうかしたのか？話は分かった。つまりお前たちの作戦に協力すればいいんだな。お前の仲間が又吉って刑事をコミュニティエリアに呼び出す。その隙をついてあるプログラムを刑事に接触させることで必要なデータを手に入れる。で、そのプログラムが。デジモンのアバターを着たお前ってわけか。デジモンの姿になったやつなんて初めて見たね。本当に中身お前なんだろうな。やめろよ。あんまりつぶらな目で見るなよ。ともかく。デジモン型情報コピープログラムか。
見た目はポヨモンだけど、フーリエ独自のマルウェアってわけだ。その姿で3秒間仲良しに接触すれば、アカウント情報をコピーできる。まさかアバターをここまで改造できるなんて。お前って本当にハッカーチームの一員になっちまったんだ。気にするなよ、むしろ嬉しいんだ俺。この頃お前フーリエばっかりだからさ、俺のことをちょっとは頼ってくれてるってことだ。実は本体の方は膝ガクガクなんだけど、俺とお前ならなんとかなるよな。又吉さんが来たよ。コミュニティエリアに向かって。これからはシークレットラインで通信をつなぐよ。私の声は君たちにしか聞こえないから、合図したら作戦を開始して。おう龍二、連絡ありがとよ。うす、この間はありがとうございました。またよさん。 What was that?Come on, your name, BK. What the fuck are they doing? I'm not going out there. 水臭いこと言ってんじゃねえよ。エリカちゃんはその後どうだい？What the heck is that? What the heck is going on? What is going on? すぐに退院できました。そうかそうか、それは何よりだ。ゆっくり会うのは久しぶりだな。おかげさまで。セキュリティ管理の仕事をやってます。おお、立派なもんだ。今のご時世必要とされる仕事じゃねえか。ところで又吉さん、相談事なんすけど。おお、何でも言ってみろ。いいよ、作戦開始。なんだこいつは。デジモンみたいですね。クーロンから紛れ込んできたんでしょう。こんなとこにいたら一般のお客さんに迷惑だろうが。対象に発見された。プラン B2 に移行して。あ、すいません、それ俺のペットなんです。ん？最近は学生さんまでデジモンを持ってるのか。はい、すいませんけど捕まえてもらっていいですか。やれやれ、世も末だな。どらよ。あ、危険はねえみてえだな。それにかわいいじゃねえか。ちょっとだけ。そのまま動かないで。大丈夫、いいからそのままじっとしてて。おい伊達、遊んでねえで、早くそいつを学生さんに返してやれ。うっす。デジモンはちゃんと管理しておけよな。じゃないと逮捕しちまうぞ。はい。ちょうどいい、紹介するよ。龍二、部下の伊達だ。お前と同じ口でな。いつか引き合わせたいと思っていたんだ。よう。どうも。見た目は妙ちきりんだが、警察官としてはまあ頼りになるもんだ。伊達、
お前もだ。リュウジの男気と根性は俺のお墨付きさ。ハッカーってのはたまに気づいたがな。俺ももう年だ。いつどうなるかわからん。そうなった後は若い者同士で助け合ってくれ。そんな、死ぬんすか、マネヨシさん。死んじゃいやす、マネ。誰が死ぬか、引退の話だ。勝手に殺すな、バカ野郎が。ん？これはいかんな。本部からすか？ああ、指名手配のハッカーが空論に現れたそうだ。よし、うまくいけば現行犯逮捕できますね。すまん、リュウジ。相談の件は後で必ず聞かせてもらう。ハッカー絡みですか？だったら俺も行きます。そいつは助かる。行くぞ、リュウジ。だって作戦どうなったんだ。ちょ、おい、どこ行くんだよ。まさか追いかけるつもりか、その姿で。無茶だって。おい、なんだよ、置いていきやがって。いいじゃないか、放っておけよ。でも少しくらいあいつらに貸してやればいい。あいつはお前の親友だろう。心配しなくても必ずお前のところに帰ってくるさ。そうかな。そうさ、きっとそうだ。俺の言うことが間違いだったことなんてないだろう。うん、you
Why is there a red thing in my English? Oh, it's the copy data. Right, yeah, it was the copy data. Oh, this place is a hassle. Crazy. するな。だて、俺に任せろ。おい、お前らの身元はもう割れてる。ログアウトしたってすぐ捕まるのはオチだぞ。うるせえ。エデンで見つかったからって何だってんだ。このままログアウトゾーンまで突っ走って向こうに戻ってどんずれしてやるぜ。痛い目見る前にそこをどき。ねえ、誰がクソジジイだ。刺激すんなって言ってんだろうが。だて今だ、やれ。
待て。下がったな。ここからは俺たちの領分だ。引っ込んでりゃいいのにな、バカ野郎が。人暴れしようか、相棒。けじめをつけるぞ。このまま押し切れ。くしょう、お前ハッカーのくせに警察の味方すんのかよ。スキルもないやつがハッカーを語るんじゃねえ。言うようになったじゃねえか、リュウジ。おい、伊達、何ぼーっとしてんだ。さっさと連れて行け。ほら、お前らそこ並べ。ログイン場所吐いてもらうからな。お前と一緒にいたデジモンがいないな。あいつもお前のデジモンかい？いえ、デジモンにもいるんですよ、ああいう物好きが。接触したでしょ。あの時彼女
女のアカウントを手に入れておいたの。警部補の権限があれば十分だもんね、お兄ちゃん。ああ、よっ、お待たせ。悪いな、参加できなくてよ。今どんな時？これからサーバに侵入する。おお、じゃあアカウント権限は手に入ったのか。ご苦労さん。というか、なんでまた電脳犯罪捜査課なの？前回神城にマルウェアを仕掛けたが、入ってくる情報は芳しくなかった。ははあ、それでもっと特定のデータを攻める必要があるってこと？そうだ、電脳犯罪捜査課のサーバーからあるデータを盗み出す。ザクソンからの情報では、数年前神城はある企業を不正買収していた。その時、ことが露見しないように電脳犯罪捜査課の上層部が手を回していたらしい。奴らまで神城と癒着してたってのが世も末だね。今回はその証拠を狙う、うん、作戦を説明するよ。侵入するのは対象のエデンサーバーの中でも予備領域として確保されているエリア。ここからメインネットワーク上の目当ての情報データに直接アクセスして引き抜かせてもらう。まず私が手に入れた伊達巻子のアカウント権限を利用して目当ての情報データの位置座標を探し出す。お兄ちゃんと君はワームマンを連れて予備領域エリアに侵入して、このエリアはメインネットワークの外にあって普段はほとんど無人だから侵入が可能なはず。そこからメインネットワークへの接続ポイントを見つけ出してダウンロードに備えて。なんでワームモンまで一緒なんだ？この子は連絡員。目当てのデータを見つけたら私がワームモンに偽造パスを送る。この子と私の間の通信回路が独立しているから傍受されにくいの。お兄ちゃんはワームモンに偽造パスを受け取ってデータを吸い出す。君はお兄ちゃんが端末を操作している時の護衛役。ダウンロードのタイミングが一番無防備になるから気をつけて。予備サーバーとはいえセキュリティは厳重なはずだ。向かってくる奴には片っ端からコッパを食らわしてやれ。コテンパンにしろって意味だよ。ユージはたまに不思議な言葉を使うよね。玉とか肩着とか。お、興味があるなら。私のデジモンに変なこと教えないで。変ってなんだよ、かっけえんだぜケンさんとか。なあリュウジ。話を脱線させるな。俺たちがやることは分かったな。あれ、俺の役目は？千歳はこっちで陽動担当。足のつかない使い捨てのデジバイスから伊達に不審な通信を送って、伊達は本庁に叱るべきチームに追跡もしくは解析を依頼するはず。その際に残される伊達の通信記録に紛れてメインネットワーク内に侵入。閲覧記録を通信記録にすり替える。なるほどな、それで了解。じゃあやりますか。向こうで合流だ、遅れるなよ。話はまた後でな。今は作戦に集中しようぜ。Let's go to the DigiLab. That's a good idea. No, no, no. Thank you.
Make him into Shopmon, but I really can't. That's going to be in the end of this episode. Join me for the next episode of Digimon Cyber Sleuth. Hackers, my name is Snacks, signing off for now.